6500万年前から1億6000万年前に当たる中世代ジュラ紀後期に生息していた魚竜の一族。全長約6メートルでイルカに類似した姿をしており、歯のない顎はイカの捕食に適していた。主な化石はヨーロッパと北アメリカに分布している。オフタルモサウルスと人間の比較オフタルモサウルスの体型は雫に似ており、尾びれは半月状であった。 前肢は、孔肢よりも発達しており、尾びれで推進力を得て、前肢で調整していたと見られている。半月型の発達した尾ひれを持っていたと推測されている。オフタルモサウルスの特徴としては、体と目の大きさの比率が大きく直径22から2 3トルに達する点が挙げられる。眼球は、 頭部のほぼすべての空間を占め、水圧に対し眼球の構造を維持していたと見られる、胸膜輪により保護されていた。目と胸膜輪の大きさから、オフタルモサウルスは、日光の、あまり届かない場所あるいは、獲物が活発になる夜に狩りをしていたことが示唆、されている。アパトドイントサウルス属、アンカナムニア属、バプタノドー属、モレサウルス属、パラオフタルモサウルス属、 ウンドロサウルス族、ヤシコビア族は2000年のミッシュとマツキの論文では、オフタルモサウルス族のジュニアシノニムと考えられていたが、後の分岐学的解析によりモレサウルス族は、オフタルモサウルスかの有効な族であることが判明した。オフタルモサウルスナタンスは、オフタルモサウルスのも色種よりも他のオフタルモサウルス、赤に近縁であることがわかり、唯一利用可能な学名であるバプタノドン族の、 復活が必要とされている。ウンドロサウルス族の有効性は、数多くの論文著者が認めており、ジュニアシノニムとした、ミッシュまでも有効性を受け入れている。さらに、ロシアの分類群二つも有効な属である、可能性があるオフトアーモサウルスクライサウム、ラッセル、1993は2010年に、マクスウェルにより独自の属であるアスロプテリギウス族に、移された。 パラオフタルモサウルスとヤシコビアについてはオフタルモサウルスとは異なり明らかに有効な属である。ドイツ中ンゲンの王アイスニカスオフタルモサウルス下においてオフタルモサウルスはアエギロサウルスと最も近縁と考えられていた。しかし後の分岐学解析によりオフタルモサウルスはモレサウルスとアカンプトネクテスの間に位置づけられている。アエギロサウルスは プラティプテリギウスに近縁であり、オフタルモサウルス赤には属していないと判明している。下のクラドグラムは、フィッシャーラの2013年の論文に基づく。復元図オフタルモサウルスは、一般に20分以上潜水可能だったと、計算されている。遊泳速度は、秒速2.5メートルと推定されているが、秒速1.0メートルという、控えめな速度で見積もっても、 オフタルモサウルスは水深600メートルまで潜って20分以内に水面に顔を出すことが可能である。オフタルモサウルスの関節の骨からは減圧症の証拠が見つかっており、おそらく捕食者からの回避戦術のために生じたものとされている。現代のクジラは捕食者から逃れるために急上昇する際に減圧症を発症することが知られている。ありがとうございます。